もテロです。こんにちは。今日はですね、アクロバット講座になります。今日やる技はアラビアンフロント、別名ネゴ宙、正式名称飛びひねり前方宙返りをやっていきたいと思います。この動画の流れとしては、最初に見本をやって、その次にポイント解説をしていきます。その後に練習方法について解説していきたいと思います。宙返り系の技に加えて、しかもひねりタイミングが他の技とちょっと違うっていうね、癖のある技ですけど、まだねできないよって人はね、この動画でねぜひ習得してみてください。それではいってみましょう。どうぞ。はい、ではこの技のポイントについて解説していきます。最初に、この技は、ロンダートとかそういう助走の技をやってから一回飛びます。飛んでからひねるので、そこだけね間違えないようにしてください。ロンダートしました。そしたら手を上にグーって持ち上げる感じで、体をこう引っ張るんです。上にシュッて上に飛び上がる感じです。しっかりと引き上げてからひねりをかけるっていう感じですね。で、ひねりをかけるのがこうグーって引っ張った手の先からこういく感じですよね。手の先の方をひねって、腕をこうひねって、肩をひねって、上半身ひねって、下半身をひねってっていう感じで、こういう感じですね。いっぺんにひねるっていうよりかは、体の上の方から徐々にこうひねって引っ掛けにいくっていう感じです。で、しかもこのひねりを空中でやるからちょっと難しいですよね。で、次です。ひねった後のポイントは、あとここからもう普通に前宙やるだけなんです。前宙をやって、立ちにいくっていう感じです。よくある失敗例なんですけど、ロングランが来た後にそのまますぐにひねりにいっちゃう、引き上げずにひねりにいっちゃうっていうものです。こうしてしまうと高さが出ないので、次のつながるその前宙の技自体も低くなってしまって、もちろん立つことはできません。なんでここから一気にこうなっちゃうんですね。こうなるとあまり良くないので、しっかり引き上げてからこう回転するっていうイメージです。ひねりが途中で終わっちゃってそのまま回転すると斜めに回っちゃったりするので、縦にしっかり回りたいよって人はちゃんと引っ張ってちゃんとひねるっていうのが大事になります。あとこれ注意点なんですけど、トリッキングとか体操等だとちょっとひねり方違って、トリッキングの場合はこうカートをやって、もうすでにこっち向いている状態からこう前宙をね仕掛けるっていうものがあると思います。この講座で解説しているのは、ロンダートから飛んでひねって前宙っていう感じの猫宙なので、またカートから入る猫宙はちょっとはね違うかと思います。カートから入るとこんな感じなのかな。もうあらかじめこっち向いちゃってるっていう感じ。これだとひねりの感じちょっと違うので注意してください。次ですね、練習方法について解説していきます。練習方法としては、まずはロンダートをできるようにしてください。ロンダートをやってからの技になるので、最初はねロンダートをね余裕を持ってできるようにしてください。あとは前宙ですね。飛んでひねっての後は普通の前宙になるので、そもそも前宙が飛べないよって人は多分これできないです。なので先に前宙を覚えてください。テラのチャンネルでは、ロンダートとか、あと前宙もね、アクロバット講座として解説しているので、概要欄にも貼っておくのでぜひ見てみてください。ロンダートと前宙ができるようになったら、じゃあ最初のステップとしては、ロンダート飛びひねりジャンプです。これをできるようにしてください。ロンダートしました。そこからジャンプして飛びひねり、はい、これがロンダートジャンプ飛びひねりでございます。ジャンプの次のステップとしては、前宙まではしなくていいと、前転して回ってみましょうっていう感じです。この技なんですけど、あんまり高さを出しすぎてやっちゃうと衝撃がすごくて頭打っちゃったりとか、首痛めちゃうっていう可能性もあるので、これそんなに本気でやらなくてもいいです。なので一番はマットを用意して、そこに向かって前転することですね。飛びひねり前転、そういう環境がないよっていう人は、最低ロンダートジャンプ飛びひねりっていうのだけでもいいので、これをこの技は無理しない程度にやってみてください。で、これらができるようになってきたら、最終的に飛びひねり前転ですね。
というようなステップでロンダートジャンプ飛びひねりロンダートジャンプ飛びひねりからの前転で最終的に前宙っていう形でアラビアン練習してみてほしいと思います。これが安定してくると外国人の動画でもありがちなロンダート猫宙ロンダート猫宙みたいなね連続技もできちゃうのでぜひねマスターしてみてください。本日のまとめです。アラビアンフロントカッコ猫宙の解説動画でした。最初に見本をお見せして次にポイント解説を行いました。ポイントは、ロンダートをします。そこからしっかりと上に引き上げてからひねって前宙っていう感じですよと。ロンダートの前宙ができない人はまずはそっちをできるようにしましょう。練習方法はロンダートから飛びひねりジャンプ飛びひねり前転飛びひねり前宙という風に、徐々に、ステップアップして練習をしていきましょうっていう感じですね。テラの動画では他にもねアクロバット講座の動画を出しています。概要欄にも貼っているのでぜひチェックしてください。この動画が良ければチャンネル登録と評価お願いします。では今日はこのところでバイバイ。